ちは、しばどです。今日はですね、 YouTube の方にコメントをいただきまして、まあ、そのリクエストにお答えする動画になります。内容といたしましてはですね、ローランドのマイクロキューブ、僕いつも使ってるんですけれども、まあミニアンプですね、これを使ってライン取りをしてほしいというようなご要望です。まあ僕もやったことがないんですけれども、後ろの方にですねレックのアウトがあるので、まあちょっと試してみようかなというところでやってみたいと思います。で、今回撮るのはですね、撮るのはというか、まあ、iPad の方に音は撮っていきたいと思っております。で、まあオーディオインターフェースと言ってはなんなんですけれども、アイリグ、こちらで撮っていきます。使用するギターはバーニーのモッキンバードです。ヒデさんモデルです。で、この後はですね、 LINE で撮った音を流しながら、映像はアンプのセッティングをいじっているような映像になっておりますので、お聞きください。
いかがでしたでしょうか。ですね、率直な感想としてはですね、クオリティの高さに、正直驚いております。びっくりですね。かなり使えると思いますね、これは。僕もちょっと一回これでライン取りしっかりとやってみたいなと思っているぐらい使えますね。あんまりこういった使い方をしてるというか、レックライン取り用で使ってる人がいるっていうのは聞いたことがないんですけれども、これはですね、画期的ですね。かなりですね、いいと思います。アンプのセッティングを曲間で変えれないので、一発撮りっていうのはちょっと難しいかもしれないですけれども、ラインで刻んで撮っていくとかですね、下手すればこれレコーディングとかでもね、使えるんじゃないかなっていうぐらいのクオリティでしたね。びっくりしました。これはですね、ガレージバンドで今回撮ったんですけれども、ガレージバンドの中に入ってるモデリングよりも、いい音出しますね。ぜひですね、お持ちの方はですね、一度試してみてください。結構びっくりすると思います。という感じですね、また新たな発見が生まれたなとコメントいただいてありがとうございました。こういった感じでですね、試したことないとか試してみたいみたいな感じのことをいただければ、ちょっと僕のできる範囲の中でお答えしていきたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。